はい、こんにちは、ボケです。GOD やっていきましょう。一度ね、長崎に戻ってセーブオンしたりしてね、今回ね、始めていきたいと思います。この奥が行けるようになってる首里城な、何があったんだ。とにかく休んでいくかね。ここで寝れたんだ。なんだ、わざわざ長崎に帰る必要なかったな。特にね、日記の更新はなかったですね。またイルカにね、乗るのに、まんじゅうを求められたんですよね。イルカに乗るたびにまんじゅう用意しておかなきゃいけないんだ。エンカウントするんだ。もう色違いが出てくるの？早くない？琉球獅子。琉球獅子？強いのかな？あ、そう、武器をね、ちょっと変えたんですよね。全体攻撃ができた方が、いいんじゃないかなと思って。強いぞ。普通の雑魚敵がめちゃくちゃ強いんだよな。4発、4回殴ってやっと倒せる。またレベル上げた方がいいのかな。一番上の階がファティマリア様のお部屋。広いのか？一番上の階。どれが扉なのかよくわかんないんだよな。上まで行ってみましょうか。反対側にも行けるのか。今度はなんだ？サイコドール。まあ、オートで倒せるかな。ミスるんだよな。あ、弱いな。こいつは弱いな。いや。そう、火ダメね。火ダメがでかいんだ、このゲーム。宝箱があるな。シーサーの剣を見つけた。なんだその剣。なんか、ご当地武器みたいな。シャチホコの剣とかさ。シーサーの剣とか。琉球に伝わる伝説の剣。まあ、劇的に強いというわけじゃないんだよな。ああ、どっちがいいんだろう。全体攻撃の方がいいかなってちょっと思ってたんだけど。そんなことはないのかな。いいか。この人が倒れてるのは何なんですかね。ファティマリア様は恐ろしい力を。ああ、やべ。エイリアンが出てきたな。エイリアン普通に出てくるんだ。雑魚敵として。だってすげえ強くなってる。なんでヒースそんな強いんだ。いや、これ全体攻撃のアドバンテージないな。今手に入れたシーサーの剣装備しようか。あ、レベル上がった。最大 HP が24アップ。最後、レムを手に入れた。シーサーの剣変えましょう。こっちに変えて。で、今手に入れた魔法は何？敵一体を眠らせる魔法、最後ですね。で、待って、最後、チャクラか。チャクラもね、変えとこうかな。ちょっとこっちの方が、使い勝手いいんじゃないかなと思って。攻撃力、守備力をアップ。これに変えましょう。よく見たら扉だな。あ、部屋があるのか。素早さのもと。素早さのもと。味のもとみたいな。宝箱がいっぱいあるな。だいぶ強くなりましたね。さっき全体攻撃で100ぐらいしかダメージ与えられませんでしたが、300まで跳ね上がってる。ステータスのね、数値、バカにならないな。めちゃくちゃ強いんだけど。あ、チャクラコマンド、太陽も、あ、レベル上がりましたね。じゃあどうしようかな、次。霊。一通りね、とチャクラレベル上げていこうと思って。真面目メガネ。なんだそれ。ミスユー。このミスユーっていうアイテムがやたら手に入るんだよな。このね、空いてるところ何なんだろうね。これなんで空いてるところに新しく手に入れたアイテムが入っていかないんですかね。すごく気になるんだよね、これ。ほら。装備すると誘惑を防ぐ。誘惑とかあるの？こいつにつけとこうかな、ヒース。真面目メガネ。メガネ似合わなそうだな。あ、まだ上に続く階段があるな。
最上階にいるファティマリアっていうのはエイリアンなのかな？嘘。そんなにダメージ受けんの？今クリティカルで70ぐらいダメージ受けましたよ。痛すぎるんですけど。大丈夫かな？不気味な叫びを上げた。体が麻痺した。そんなことしてくんの？ちょっと一回回復しようか。痛いな、攻撃が。なんか弱ってる仲間が集中的に狙われてる気がするんだよな。気のせいかな。なんかね、どっちがダメージを受けるのか、すごい偏りを感じるんですよね。ちょっとそっちは狙わないでほしいっていう方を毎回殴られるんですよ。よし、回復していきましょう。何もないかな。え、これはなんだ？これなんだ？ワープゾーンみたいな感じ？あ、待って、これついたんじゃない？もうちょっと回復しとこうか。体力満タンで行きましょう。ほら、誰かいる。あれ？これって仲間になる子じゃない？私はあなた方とは戦いたくありません。どうかお帰りください。お前が教祖か？これ以上犠牲者を出したくはないのです。さあ帰って。ふざけるな。ペペチ戦おうぜ。戦うべき？と話し合いたいよね。いいえ。え？あ、戦わなきゃダメ？戦うしかないのかな？そうですか。あなた方ならひょっとして。モンスターが現れた。なんだあれ。盆地が見える。何かやりますか？蒸気。これ蒸気っていう読み方が正しいのかわかんないんだけど。キースも魔法使えるんだ。いや、とりあえず撃ちましょう。ダメージ通るな。じっとしている。あとは殴るだけだからオートでいいかな。あ、すごい強い。だいぶね、ありがとう。何ありがとうって。ありがとう？これは、人間じゃないのか？人間じゃないか？なんだ？上に石像がある。ファティマリア？よくも私の可愛い身代わりを倒してくれたな。だが、それを後悔させてくれるわ。何？そっちが本体なの？これが本当のファティマリア？あ、じゃあもう一回やるか、これ、蒸気。あ、アナライズ欲しいな。アナライズ欲しいな。アナライズしたら敵の体力わかるのかな？フーバ。魔法使ってくる。それぐらいなら、まあ、なんとかなるやろう。いや、50以上のダメージはちょっと手が痛いんだけど。サイファ。いや、魔法を使ってきますね。サイコか、サイコ。あ、待って、あれやりましょうか。特技があるんだ。会心の一撃。これどんぐらい？あれ待って、これは MP って消耗しないのかな？あ、これが会心の一撃だったんだ。いや、よだめ変わんないな。会心の一撃なのに、大して威力変わんないんだ。待って、ヒース。回復するか。リクアで。ヒースの火だめがでかいんですよね。何なんだろうな。撃たれ弱いんだよね。見た目に反して。もう一回必殺、会心の一撃やりましょう。これ会心の一撃だったんですね。飛ぶ斬撃みたいな。痛いな。待って、回復が追いつかないんだけど。自分で回復してもらって。体力全回復みたいな最高が欲しいな。ちょっと待って、やめろ。ヒースを狙うんじゃない。主人公回復しかできないんだけど。こ
こまで削られてしまったら、まあ、ヒースが殴れればいいか。うん、すごい強いもん、ヒース。どうや。マリアの微笑み。あ、誘惑されてしまった。あ、まずい。誘惑を治すアイテムなんて持ってないよ。麻痺状態を治す。敵を誘惑する。逆なんだよな。あ、そりゃあまずい。誘惑を治すアイテム欲しいな。いや、殴るしかないな。ちょっとこれしんどいな。何敵を回復してんだよ。痛い。回復してもらいたいんだけど。主人公に。これ、ほっとけば治るのかな？ターボドリンクだ。ターボドリンク飲まないとまずい。貴重なターボドリンク使いましょう。なんであいつ回復してんだよ、敵を。うん、一回死んでくれれば無理やり、誘惑は解けるかな。とりあえずペペチの方を狙ってほしいんだけど。ひたすらペペチはね、敵を回復してるから、MP がなくなるんだけど。もったいないな。ちょっと MP がなくなるってば。あ、倒せた。倒せた。よかった。1500の経験値。ヒースレベル上がりましたね。HP が35も上がんの。これで勝ったと思うなよ。お前たちはいずれ滅びる運命なのだから。二人目のエイリアンも倒せましたね。あ、奥扉があるな。ペペチ、この子まだ息があるぞ。しっかりしろ。どういうことなんだ？お前は何者なんだ？私は、ミナ。あのエイリアンに操られて、教祖に祭り上げられていたんです。うん、そうか。でも私のせいで、たくさんの人々が、私はどうしたらいいか。お前のせいじゃないだろう。でも、ペペチは、そっとミナの肩に手を触れた。これ新しい仲間なんじゃないの？あ、また。またサイコが感応してますね。あ、じゃあやっぱり仲間になるんだ。なんかヒーラーっぽいよね、この子ね。今のは？まさか。ひょっとして、あなた方には私と同じ力があるのですね。それが感応して。そうなのですね。おそらくそうだ。私は人の心を読むことができるんです。あなた方が仲間を探して旅を続けていることがわかりました。よかったら、私もその旅に加えてください。仲間を探して旅をしていたんだっけ？エイリアンと戦うことが、私の償いだと思うのです。ああ、俺はいいけど。ペペチどうする？はい。OK。今日から仲間だ。やった。3人目の仲間が加わりました。ミナ。これね、パッケージの絵だとね、めちゃくちゃ色っぽいんだよね。キャラクターデザインがね、江川達也さんなんで、マジカルタルルートくんとか、東京大学物語とか。僕はね、東京大学物語は読んでないんで、まあ、マジカルタルルートくんか、あとラストマンっていう漫画もあるんですけど、とても色っぽいね、キャラクターを描きますよね。みんなが仲間になった。そういえば。どうした？この奥の扉の中に、何か不思議な力を感じるのですが、中に何かあるのか？わからないのです。ファティマリアは、ここへは誰も近づけなかったので。あれがあるんじゃない？神の石。よし、入ってみようぜ、ペペチ。その前に回復したいな。あ、待って、この子が、あれ、魔法何もないの？レベル14、高いな。え、この子回復魔法使えるんじゃないの？見た目ヒーラーなんだけど。あ、ほら、ここにも神の石がありますね。
待って、ミナは何に貯めてるんだろう。あ、癒しか。癒しに貯める状態になってる。まあ、変える必要はないかな。二つ目の神の石。ペペチたちは神の石を見つけた。触れた。あ、これでレベル2になりますね。多分全部で7箇所あるんでしたっけ？あれ、何箇所あるっていう話ありましたっけ？まあ、とにかく、世界各地、まあ、日本各地を回って、もう神の石を探していけばいいのかな。その二つ目ですね、今回。チャクラレベルが2になった。あ、まあ、みんなレベル2になるでしょう。ん？あ、チャクラコマンドがレベル2になった。あ、溜まってたんだ。あの時と同じだ。あの時、筑波根山の遺跡で不思議な石を触った時と、お前も触ってたの？いつ？どうした、ペペチ。そうだよ。2年前、俺は筑波根山で不思議な体験をしたんだ。2年前か。私もよ。どういうこと？え、神の石？これが神の石なのか？神の石なのか？なるほど、そういうことか。じゃあ、俺たちの脳の 20% が覚醒したのか？あ、やっぱりそうだ。脳の 70% がチャクラなんで、多分ね、一つにつき 10% で、7つで 70% になるってことですよね。そうですか。とにかく、町に戻ろうぜ。もう帰ろう。あれ、待って、もうちょっとね、この首里城探索したかったんだけど。あ、死体が片付けられてる。待って、ミナの装備ってどうなってるの？教祖のナイフ。物騒だな。どっちの方がいいんだろう。メタルナイフに変えとこうか。クはね、全部教祖系なんですね。まだ全体、あ、待って、ここで回復できるのか。ちょっと休んでいきましょうね。また新しい仲間ができた。ミナです。なんだか彼女には心の奥底に決して人には見せない悲しみがあるような気がする。でももちろん素敵な人です。ミナ、そしてヒース。母ちゃん、僕はもう一人じゃない。僕はもう一人じゃない。教祖ファティマリアはエイリアンに操られていた女性だった。そして神の石と呼ばれるあの光る石にまた触れた。僕の頭の中でまた何かが変わった。僕は少しずつ変わろうとしている。一体僕はどこへ向かうのだろう。わかんないよね。どこに向かってるのか。この右側に行ってないんだよね。あ、宝箱があったのか。シャンプルマン。このなんか饅頭がやたら種類たくさんあるのは何なんですかね。あ、まだエンカウントするんだ。敵いるんだ。夢見町。なんかこの蝶々系のモンスターやたら出てきますね。で、3人目の仲間、ミナがいる。当たんねえし。あ、そんなに強くない。なんでこんなに攻撃当たんないんだ。あ、眠らされてしまった。なんか状態以上に弱いよな。かわいいな、ミナ。やっと女の子の仲間が加わりましたね。真面目薬ってなんだ。あれ、さっきのところだけだったかな、言ってなかったのは。ここは他は一通り確認したんだっけ。この辺りから一本道だった気がするな。よし、じゃあ首里城もね、一通り探索終わりましたんで、長崎にとりあえず帰りますか。次どこに行けばいいんだろう。沖縄もこれで終わりなんだな。ペペチ。誰だ？誰？あ、クローゼットだ。ペペチ、ここにいたのね。探したわよ。おじいちゃんの荷物を片付けていたら、こんなフロッピーを見つけたの。この子元気になったんだね。ペペチは片身のフロッピーを手に入れた。どうやら、チャクラについてのことらしいわ。ちゃんと片身のノートを開いてみてね。
詳しい新しい情報が載っているはずよ。私はもう大丈夫。ネオ神戸のブレスでおじいちゃんの研究を続けるわ。頑張ってね、ペペッチ。元気になったな。言い伝えは本当だったのじゃな。イルカの言い伝えね。待って、回復アイテムとか買い足しておいた方がいいよな。ターボドリンクは売ってないんだよね。200回復するアイテム欲しいな。この辺も買っておいた方がいいよね、ちょっとだけでも。麻痺状態回復。毒消しも念のため買っておこう。待って、誘惑を回復するアイテムなんて売ってねえし。ないのか。待って、ここ止まったら女湯行けるかな。あれ。こら、あんたたちは男前ね。スケベ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 、バイ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 。バイ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 。どういうこと？温泉入れるかな？ではまた後で。あ、セーブしてから入ればよかったな。ヒースは？二人がかりならいけるみたいなのあるから。どうなんだろう。ちょっと二度目のチャレンジ。いや、これね、マジ終わりが見えないんだよね。で、途中から重くなる。この辺全く進んでなくない？ああ、ダメだ。ダメだ。奥までたどり着けないんだけど。これ、女湯にたどり着けるようになるのかな？せっかく回復したのに。あら、遅かったのね。ダメなんでしょうかね。いや、ちょっと一泊止まって、一旦今回はね、この辺で終わりにしましょうか。続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。